本当に黒崎一護なら落胆した。わからないか、最初からだと言っているんだ。私は君が生まれた時から君のことを知っている。残念ですが、それはもうできません。でもね、コロ先生、この世の中にはスピードで解決できない問題もあるんですよ。よりによってギルガメッシュが単独行動スキル保有のアーチャークラスに限界するとは。名もなき旅人だった。旅の途中、我はあるものを手に入れた。オスフェラトアーカード、ヘルシングのゴミ処理や殺しのジョーカー、生で見るのは初めてだ。はじめまして、アーカード君。親元を離れた娘が元気にやっているかどうか確かめたかった。破られたわけではない。構造を見て把握し、無効化したようだ。一人一人、順番に順番に、このバニラアイスの暗黒空間にばらまいてやる。わかりました。失礼、お嬢さん。君がココア君だね。この家も賑やかになるな。今日からよろしく。己、どこまで私を愚弄する気だ。タルシスで出るスカイキャリアの用意を。こたびの火星遠征、大義であった。会いたかったよ、マイハニー。あなたのための一夜デイズ、きらめき。ただ歪みの末に引き起こされるという大災厄を押しとどめるべく、フレームヘイズという道具が作り出され、果てなき戦いを続けている。リアス、こんなところにいたのか。リアスの父です。娘が世話になっているようで。私の邪魔をする者は許さん。全ての世界の全てのものを手に入れるのはこの私なのだからな。本当に黒崎一護なら落胆した。わからないか、最初からだと言っているんだ。私は君が生まれた時から君のことを知っている。残念ですが、それはもうできません。でもね、コロ先生、この世の中にはスピードで解決できない問題もあるんですよ。よりによってギルガメッシュが単独行動スキル保有のアーチャークラスに限界するとは。名もなき旅人だった。旅の途中、我はあるものを手に入れた。オスフェラトアーカード、ヘルシングのゴミ処理や殺しのジョーカー、生で見るのは初めてだ。はじめまして、アーカード君。親元を離れた娘。